ヒッポクラテスの誓いは中山七里の推理小説。小伝社が発行している月刊小説誌、小説のんに2014年2月号から11月号まで連載され、過筆、訂正された上で2015年5月に単行本が刊行された。文庫本は東京医科歯科大学法医学分野の教授である上村昆一による監修の下、 2016年6月に刊行された第5回日本医療小説大賞最終候補作。浦和医大に勤める研修医の戸賀の誠がある事情から法医学教室に入ることになり、教室の主である光、佐紀藤次郎教授と共に遺体の解剖を通して真実を明らかにしていく法医学ミステリー。これまで著者の複数の作品に登場してきた 解剖医の光先が準主役として登場する。また、埼玉県警の小手川も登場する。タイトルのヒポクラテスの誓いとは、医師の倫理、任務などについてのギリシア神への先生文のことである。浦和医大の研修医、戸賀の誠は、内科の筑波教授のアドバイスで、法医学教室へ足を踏み入れた。法医学教室の主、 高崎藤次郎教授には覚悟のなさを見抜かれ、追い返されそうになるが、死体好きの准教授、キャッシー・ペンドルトンの仲裁もあり、しばらく、使用機関として働くことを認められたのだった。すぐに、埼玉県警から解剖の要請があり、誠たちは現場に向かう。埼玉県鉱山町の河川敷で発見された遺体は、峯岸徹のものだった。泥酔した上、 寝入ってしまった末の投資と思われたが、現場にいた埼玉県警、捜査一課の小手川が被害者の遮奪な服装に対して、現場に転がっていた焼酎が 722cc で580円の安物であったことに違和感を感じ、光先に解剖を要請したのだった。ある日、法医学教室に9歳の女の子、篠田渚から、事故で死んだ人を解剖してほしいと電話がかかってくる。 渚によると、彼女の父親が車で女性を跳ね、死なせてしまったという。だが、父親は、慎重すぎるほど慎重な運転を心がける人間であり、渚をはじめとする家族はどうしても父親がそんなことをしたとは信じられないと話す。キャシーの進言もあり、誠は、キャシーと二人で事故の管轄である、大宮東省を訪れる。そこにはなぜか、 埼玉県警の小手川がいた。ボートレース平和島で行われた協定のレース中に、選手の真山真嗣がコースから大きく外れ、防波堤に激突、投げ出されて死亡した。東京都内の事故で埼玉県警の管轄外だったが、真山は埼玉県川口市に在住で、起用症を持っていた。小手川は光先からの要請で捜査資料を持参し、 法医学教室にやってきた。東京都観察医務員による死体検案調書と解剖報告書のコピーを見た。光先は本当にこの通りかどうか、遺体を確認して来いと小手側に言い、誠とキャシーにも同行するよう求めた。真山家を訪れた3人が、棺の中を確認したところ、遺体には解剖された痕跡がなかった。誠の親友。 柏木優子は長くマイコプラズマ肺炎を患い、自宅で母の看病の下療養していた。長い闘病にもかかわらずなかなか良くならない優子を心配していた矢先優子が浦和医大に緊急搬送されてきた。懸命の治療にもかかわらず優子は亡くなってしまう。遺族が望んでいないにもかかわらず病理解剖をさせろという光先。しかも親友である誠に、 家族を説得しろという。久しぶりに内科を訪れた誠は、内科の研修中に、筑波の補佐として担当していた、倉本伊佐子雪を見舞う。当時、腹膜炎で入院して、一旦退院したが、再発して、再び入院してきたという。ところが数日後、急変した、綱雪はそのまま亡くなってしまう。違和感を覚えた誠は遺族に、病理解剖を勧めるが、希望しないという。 そこで念のため、砂雪のカルテをナースステーションに見に行くが、なぜかない。血液検査の結果ならば、コンピューターに残っているだろうと検査室のコンピューターを検索するが、砂雪の名前はなかった。書評家の大森望は、完全聴悪とはちょっと違うが、真実の究明を書くとする痛快無比のエンターテインメント性を、正面から追求するのが本書の魅力。 幾多の障壁を突破して、ついに遺体が解剖され、真相が明らかになった瞬間、スカッと胸がすく爽快感が味わえる。見せ場となる解剖シーンは、それこそ、さよならドビュッシーのピアノ演奏シーンさながら、迫力満点の筆さばきで華麗かつディテール豊かに描かれる。と評した。 同名タイトルのドラマがワウワウ連続ドラマ W の日曜オリジナルドラマアクで2016年10月2日から10月30日まで前後回で放送された。主演は北川恵子。ヒポクラテスの誓いに関するカテゴリー。ありがとうございます。